チャータード銀行ビルは中華、人民共和国上海市ワイタン地区に位置するネオルネサンス様式の建築である。上海のワイタンの建物は地盤で呼ぶこともあり、この場合ワイタン18号と呼ばれている。A 資本の老舗銀行であるチャータード銀行が1922年から1923年にかけて建造した。 チャータード銀行は1853年に英国が設立した金融機関であり、上海支店はカルカッタとボンベイに続く海外で3つ目の支店であった。当初は上海の城外の北門外に今日構えたが、1892年、上海当時上海は異端で他の英国系銀行が破産した際に、その銀行が持っていた土地を買い取った。 ワイタンで最初に経営していた頃は3階建て、敷地面積893平方メートルであった。その後上記の通り1922年から1923年に5階建てビルに改築を行った。面積は1755平方メートルである。1階付近は加工岩地建てになっており、2階から4階にかけてはイオニア式の円柱が見られる。建設は バーマーターナー。1955年、中国共産党の政策によって、チャータード銀行は、経営を縮小せざるを得なくなり、延命沿路の185号地へ移動した。チャータード銀行ビルは、政府が収容し、春江ビルと名称を変更し、中八線公社などが使用した。チャータード銀行は1969年に、スタンダード銀行社と合併したが、 その後は板には戻らず、現在は古島の陸各地橋で営業している。ありがとうございます。